皆さん、こんにちは。今回は岩永博明さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。純烈、新メンバーに岩永博明さんが選ばれました。卒業する小田井亮平さんも、すれてなくていいと太鼓判を押しエールを送っていました。純烈が戦隊ヒーローに扮した映画スーパー戦闘純烈じゃあ追い抱きごめんの公開初日舞台挨拶が東京新宿バルト Q で行われ、純烈の酒井和義さん、小田井亮平さん、白川裕次郎さん、翔太さんのほか本宮泰風さん監督が登壇しました。そして小田井亮平さんが年内で純烈を卒業することにより、次の年から新メンバーとして加入する岩永博明さんがサプライズ発表されました。岩永博明さんは仮面ライダーオーズ、テレビ朝日に仮面ライダーバース役で出演していた過去があります。近年は映画刀剣乱舞継承日本語訳や舞台僕のヒーローアカデミアオールマイト役などで活躍していました。その年の4から6月にフジテレビで放送されたドラマナンバ MG5 第9話で主人公の難破剛が戦った池袋最強チームの頭を演じたことも記憶に新しいところです。この日の舞台挨拶にはお風呂つながりユニット純烈ダチョウ純烈お風呂ダチョウとして活動中の肥後克広さんと寺門ジモンさんダチョウ倶楽部も登場しました。リーダーの酒井さんが肥後さんと寺門さんへ例の物を持ってきてくださいと告げると、一旦降壇した二人が岩永博明さんを伴って再登場したのです。会場からは大きなどよめきが起こりました。そして酒井さんから2023年より純烈小田井亮平に代わって加入していただきます岩永でございますと紹介されると、同席した本宮泰風さんらも初めて知ったとびっくりした反応が見られました。新メンバーが岩永になるということは現メンバーも知っているのですが、今日岩永が登場することをメンバーには話していなくて、みな驚いている状態ですと酒井さんは説明しました。小田井亮平さんのステージ衣装を着た岩永博明さんは G スタープロ俳優部門所属から純烈に加入させていただく岩永博明と申しますと自己紹介しました。5、6年前から純烈のマネージャーさんとよく飲んでいまして、そこで冗談半分でそろそろ純烈に入る決心はできたのかと言われ続けていましたが、小田井さんが卒業されるということで真剣に行くぞとおっしゃっていただき、僕もよろしくお願いしますとなりましたと敬意を話します。さらにまだ歌もダンスも自分に入れている最中なので頑張って追いついて皆さんに喜んでいただけるように頑張ります、よろしくお願いしますと呼びかけました。そんな岩永博明さんの姿に小田井亮平さんはいいよね、まだ挨拶がすれていなくてあのまま言ってほしいけど多分2年後とかには下ネタを言ってるよとジョーク交じりで加入を祝福していました。最後に酒井さんは、今日岩永くんに登場してもらおうと思いついたのは実は1週間前でした、来年お披露目の場を設けるつもりでいたのですが、小田井さんと岩永くんが同じ場所に共存してバトンタッチをするというのは小田井さんの望みでもあった。一番驚いているのは急に言われた岩永だと思うのですが、皆さんに応援していただきながら成長できたらと新生純烈のさらなる成長を誓いました。俳優でモデルの岩永博明さんは2023年から歌謡コーラスグループ純烈のメンバーに加入したことでさらに知名度を上げました。岩永博明さんがどんな人でなぜ純烈に入ることになったのか気になります。岩永博明さんといえば鍛え上げられた筋肉が話題になっています。写真を見るとかなりバキバキです。女性だけではなく男性からも筋肉がすごいという声が上がっていました。岩永博明さんは筋肉を鍛えるために20年以上トレーニングを行っているそうです。しかしジムに通ったり
トレーナーをつけたりはしていません。自宅や周辺の公園でトレーニングを行っており、インタビューでは近所の坂道を走ったり、公園の鉄棒で懸垂したり、日常的に毎日少しずつ無理のない範囲で継続するのがポイントと話していました。では岩永博明さんはなぜ純烈に入ったのでしょうか。前述の通り、2022年9月1日映画スーパー戦闘純烈じゃあ追い抱きごめんの初日舞台挨拶で、岩永博明さんが純烈の新メンバーになったことが発表されました。もともと純烈は小田井涼平さんの年内での卒業に伴い新メンバーを募集することを公表。ダチョウ倶楽部などが純烈に入りたいとアピールしコラボしていました。その中で岩永博明さんが正式メンバーになることが決定し、2023年からグループでの活動を行っています。先ほども触れましたが、岩永博明さんは純烈のマネージャーともともとのみ仲間で、新メンバーの募集をする前から純烈に入らないかと言われていたそうです。ただこの時は冗談か本気かわからなかったため、 A 博明さんは流していたものの、小田井涼平さんの卒業に伴いグループ加入がリアルな話になっていき、岩永博明さんは加入を決断しました。ここで岩永博明さんのプロフィールを見ていきましょう。岩永博明さんは1979年11月23日生まれ、長崎県の出身です。身長187センチで血液型は A 型です。芸能人になりたいという思いはなかった岩永博明さんでしたが、スカウトがきっかけでモデルとして芸能界入り、2004年には俳優としても活動するようになりました。2008年のトミカヒーローレスキューフォースで知名度を上げ、以降はアンナチュラル、ナンバ MG5、祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録などにゲスト出演、映画や舞台 V シネマ作品などにも出演しています。2012年からは声優としても活動、ベルセルクでは主人公を演じました。そして前述の通り、岩永博明さんは2010年に仮面ライダーオーズに出演しました。この作品では伊達明仮面ライダーバース役を演じています。純烈のメンバーでは坂井和義さん、白川裕次郎さんも戦隊作品に出演しました。岩永博明さんの年収は公表されていません。純烈のメンバーになったことでさらに活動の幅を広げているので、年収は1000万円超えになるのではないかと思われます。岩永博明さんが通っていた学校について調べてみました。中学校卒業後は西海学園高等学校に進学しました。偏差値は45-56です。高校受験に失敗した岩永博明さんは、この出来事が人生初めての挫折だったそうです。入学時にはすでに身長が180センチほどあったため、担任でバスケ部の顧問の先生から入れよとスカウトされ、バスケットボール部に入部しました。高校卒業後は福岡工業大学に進学しました。偏差値は38-43です。岩永博明さんが在籍していた学部は分かりませんでした。大学も第一志望ではなかったものの、高校から始めたバスケットボールを大学でも続けていたそうです。最近ノリに乗っているイケメン俳優の岩永博明さんにヤバい疑惑が浮上しています。それはゲイ疑惑です。しかし岩永博明さんは結婚しています。一体どういうことなのでしょうか。岩永博明さんは体格がいいことは先ほども触れました。身長が187センチもあるということで羨ましい限りです。そして岩永博明さんは筋肉もすごく、出した写真集ではなかなかの露出度で肉体美を披露しています。筋骨隆々とした岩永博明さんの体と男らしいお顔にダンディーなヒゲ、男らしければ男らしいほどゲイっぽく見え、ガチっぽさが増してくる気がします。ではなぜ岩永博明さんがゲイと言われてしまうのでしょうか。その理由を突き止めていきましょう。仮面ライダーに出演していた岩永博明さんはイケメン共演者の三浦亮介さんにデレデレだったそうです。三浦亮介さんをお姫様抱っこしたり、岩永博明さんはそれだけでは物足らずに三浦亮介さんのほっぺにキスをしたりしていました。
岩永博明さんと三浦良介さん、仲良しなのは伝わってきました。ごつい系イケメンと可愛い系イケメンのお姫様抱っこ画像ですが、これだけでゲイとは判断はできません。ただ岩永博明さんは他のイケメン男子ともイチャイチャしていたそうです。その相手というのが君島麻耶さんです。岩永博明さんと君島麻耶さんはまたもや仮面ライダーで共演し仲良くなりました。そして君島麻耶さんも岩永博明さんの餌食になったそうです。岩永博明さんは本当にイケメンが好きなようで、可愛い男の子が好きなのでしょう。ゲイ疑惑がささやかれるのもうなずけます。では岩永博明さんが本当にゲイなのでしょうか。しかし岩永博明さんはすでに結婚しており子供もいます。まれに結婚後に目覚める男性もいるようですが、岩永博明さんの場合はただのノリでそういった行為をしているのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は岩永博明さんについていろいろと調べてきました。高校も大学も受験に失敗していたという岩永博明さんですが、スカウトを受け芸能界に入り、さらに紅白歌合戦にも出場するグループ純烈のメンバーになりました。これからも俳優として、そして純烈のメンバーとしての活躍が楽しみです。また岩永博明さんはイケメンで可愛い男の子が好きなようで、そういう人とは積極的にコミュニケーションを取り、お姫様抱っこをしてしまうことが分かりました。その場を明るくする性格の持ち主のようです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。